6月22日、プロ野球ニュース、大谷翔平、7回1失点12奪三振の高等報われず、3敗目打線の援護なく自身も、3打数、ノーヒット。MLB、エンゼルス0、2ドジャース、6月21日、日本時間22日、アナハイム。エンゼルスの大谷翔平投手が、2番投手で、今季15度目の二刀流、先発。 投手として7回を5安打1失点12奪三振の力投を見せたもののエンゼルス打線が沈黙し3敗目を喫した自身も3打数ノーヒットと2試合続けて無安打に終わったこの日の大谷は課題とされていた1回を三者凡退2奪三振と最高の立ち上がりその後も2回3回4回といずれも2奪三振と自己最多ペースで三振を重ねる 4回にフリーマンにソロホームランを打たれ1点を失ったがその後も粘りのピッチングでそれ以上の失点は許さず結局7回を5安打1失点自己最多にあと1つと迫る12個の三振を奪う高騰を見せた一方打つ方では第1打席に死球を選んだものの第2打席はレフトフライ第3打席はサードフライ 9回の第4打席もセンターフライで3打数ノーヒットだった。試合は4回に大谷からフリーマンがソロホームランを放ちドジャースが1点を先制。8回にはバルガスが3番テループからソロホームランを放ちドジャースが2対0で勝利した。大谷は力投を報われず7勝目はならなかった。